じちゃうと本です。豊島園跡地にあるワーナーブラザーズスタジオメイキングハリーポッターに来た2人は、行く前にチェックした10のことを胸に広大な広さのスタジオツアーに挑む。さまざまな魔法を駆使し、ついにあの場所へ降り立った。はい、缶が飲みたかったバタービール飲みましょうね。バタービールエリアはここです。お外で飲んでくださいねと。バタービール1杯1100円、こちらのカップはお持ち帰りなので、帰りは洗ってこちらの袋にお入れしてお持ち帰りください。そしてポテトチップス4種類あります。これは1袋450円でございます。チェダーチーズ Yes I do。 じゃあ疲れてる弟と姉、バイバイ。ハリーポター。めっちゃさやな、バターの匂いな。うまい。そんなにうまいわ。うまい。キャラメルやん。キャラメルやん。キャラメルのアルコールじゃなさそう。ここが入ってないな。うん、うまそう。うまそう。うまそう。これもらえるのめっちゃいいな。そうやね。いっぱい入りなくて美味しい。ポテトチップスも美味しかった。100点満点な。今、うん、絵面的にはこんな感じで。見えてない、見えてない。こっちだ。これは、これは素敵なんだ。はい。こいつ今ポテト全部触りました。触ってないよ。バタービールマジうまい。バタービールうまいな。めっちゃうまい。うん。チップスもうまいです。いや、バタービーはミニバヌよりもキャラメル味が濃厚な感じで、ジュース部分は一緒な感じかな。そうなの。これってうまいな。ごちそうさまでした。寒すぎん？寒い。マジ凍えたんだが。真っ暗。真っ暗。ポットワインってなんかビルじゃないからすごい暗いな。あ、確かにそうね。ダードリーの家ですね。マグルの家ですね。お前マグルのこと下げずむ感じの人。マグルやろと思ってる。はー。では。所詮マグルの部屋に入ります。噂ではこちらハリーのお母さんのお姉ちゃん、ちゃんとハリーのことを妹の子供やっていう感じで愛してたらしい。そう、所詮マグル。まあな、出ましたハリーのお部屋。クリスマスのやつが置かれています。やっぱり物置やったんやろな。使わへんってなったんやろな。ちゃんと物置。ちなみにあの手紙のシーン、あれは CG ではなくて本当の手紙を飛ばして作っていたそうです。そうなの。すげえ、これ映像で見たらさ、ちゃんとご飯みたいに見えるんよ。でもちゃんと食品サンプルなんよね。いや、もう実際に見ても食品サンプルが見えへんけど。マジ？実際に見ますか。私視力 2.0 やね。外から家見たらこんな感じ。こういう家かわいいな。かわいいね。素敵素敵。うん、パンツ丸見えか。男性がさんね。あ、ナイトバス。ナイトバス、あの細なるやつやんね。そうそうそう。いいじゃないですか。バスを横目に。ナイトバス。はい。ツアーの続きです。はい。はい、ここまでので半分やと思うねんけど、まあ、多分2時間半くらいかかったやん。こっから2時間半よろしくお願いします。お。9と3分、4分の3番線。ああ、なるほど。お前現地で撮ってたよな。どうぞ。これ中入りたい、絶対に中ゆっくり通る感じね。入りまーす。あー、出会いのシーンか。カエルチョコうまそうやな。カエルチョコうまいと思うね。あー、ついてないね。あいつらすぐに飛んでいっちゃうから。乗り遅れて。はいはいはい。あれもいい。多分これジニーやと思うね。それはわかるよ。ハリーポッターの。かわいい。ロンだけこんなでかかってんの。かわいいヘドウィング。ジニーのルーナガブルト。これはですね、ルーピン先生。そう、みんな大好きルーピン先生と。あ、ディメンターに襲われた。そうです。うわあ。ガチで怖いな、デメンター。怖いな。
塩です。わあ、これは今日はもう大丈夫だ。はい、お疲れ様です。見てください皆さん、これがマグルたちです。違うじゃん。ひどい扱いが。クリーチャー製作室です。かわいいですね。キモカワが勢ぞろいしております。待って、ハグリッドもクリーチャーに入ってる。もしかして待って、これで撮影してたってこと？嘘だ。そうそうそう、一人の時のやつはそんな考えてるけど、ハリーポッターとハグリッドの大きさの違いを長さんと。なるほどです。すげえ、ヘドウィッグ役って4匹いたんや。そう、使い分けてる。ファング役も4匹どころ違うな。最後に横丁です。めっちゃちゃんとフレッドとジョージの顔なんかいいな。いける。こんな感じなんですね。袋屋さんや。いいね。ほうき屋さんかな。天候麺。そしてフレッドとジョージいましたね。いたずら本命。アンブリッジが重たいもの持たされてるやつありますけど。ロールしてる。辛そうやな。ナギニをモチーフにしているのかな。奥には鬼と書いております。ハリーポッターアンデッサイラベルナンバーワン。あ、そう、グリンデルバルドです。男前ですね、マッツ・ミケルさん。これあれやん、ブラック家のやつや。はいはいはい、あったな、こんな家出した子たちは丁寧に顔面を焼かれているっていうね。これはあれやな、リタ・レストレンジの家のやつで、女たちは花になってるっていう。男だけしか描かれへんね。あ、そうなんや。女おるけどな。これあれやん、いたずら完了やん。これはわかる。ホグワーツ城です。こんな裏にも道が。マンドレイクが入ってた栽培。はい、楽しかったですね。はい、合計で何時間かかりましたか？4時間半。4時間半。私ら結構スイス行った方やね。そうね、写真とか結構あんまり撮らずにそのまま。これガチで全部並んだり全部読んだりしたら4時間は行くな。行くよね。めちゃ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 でした。あ、でも楽しかったですか、としまえんは。うん、楽しかったですね。はい、では皆さんもぜひとしまえん空いた頃に行った方がいいかな。ではまた皆さん次の動画で。バイバイにゃー。バイバイにゃー。